Hi everyone, this is Toki. 今回はアメリカ NBA 選手の出来事です。バイソン・デリという NBA バスケットボールの有名なスター選手がいました。NBA はプロバスケットボールリーグです。 当期実はスポーツ全般よくわかっていないので NBA のことも詳しくないんですがバイソン・デリ選手という有名なスター選手がいたそうです。1999年当時30歳だったバイソン。もう十分プロバスケットボールプレイヤーとしてやってきたということで引退を決意。1999年その年引退をしています。 彼は以前から世界中を冒険したいという夢を語っていました。世界中を回って冒険しようと考えていたんですね。2002年33歳になったバイソンはボートを購入しました。そのボートにハクヌマタタという名前を付けたんです。ハクヌマタタは映画ライオンキングからで心配いらないという意味だそうです。2002年6月6日、 バイソンはそのボートに乗りました。バイソン本人とバイソンの恋人、セリナ・カーレンという方、さらにバイソンの実のお兄さん、マイルズ・ダ・ボート、さらに船の管理者としてバートランド・サルドという男性も乗っていました。彼らはタシチからボートで出発しています。恋人のセリナとバイソン本人は、 毎日のようにそれぞれの家族に電話をかけていたそうです。ところが、ボートで出発した2日後、2002年6月8日に、その連絡の電話がストップしたのです。セレナもバイソンも、どちらからも家族への電話がありませんでした。その後、1ヶ月が過ぎたとき、7月20日、 バイソンのお兄さんマイルズがたった一人でボートを運転してタヒチに戻ってきたんです。ボートにはマイルズたった一人で他の三人の姿は消えていました。さらにマイルズはタヒチに戻ってすぐにそのボートの名前を変更して登録し直しています。新しいボートの名前はアリア・ベラでした。 ボートとか船というのは登録が必要ですので、さらにこう、弟のバイソンが付けた名前を剥ぎ取って、その自分で新しい名前として、えー、所有者も自分の名前に直して登録し直しているそうです。そして兄のマイルズはそのまんま一人、アメリカ本国へ帰りました。誰にも何も言わずに他室を去っています。 バイソンが消えてから2ヶ月経っても彼の行方はわかりませんでした。家族はバイソンの無事を祈り続けていました。2002年9月5日、事態は新たな展開を迎えます。警察がバイソンの兄、マイルズをアメリカ国内で発見したのです。マイルズはなんと弟バイソンのサインをして、バイソンの小切手を使おうとしていました。 それで彼がアメリカ国内にいることが警察に発覚したのです。マイルズは弟バイソンの小切手で1800万円相当の金を買おうとしていたんです。さらにマイルズは自分の証明書として弟バイソンのパスポートを使っていたのです。警察による事情聴取が行われました。その事情聴取で兄マイルズが言ったのは 弟バイソンに頼まれて小切手でこの金を買おうとしていたんだということ。さらに最後に自分が見た弟バイソンはとても元気だったとも言っていました。この時警察はマイルズを追い詰めるのに必要な証拠を何一つ持っていなかったため彼を泳がしました。警察から出たマイルズはその足でメキシコのティファナという町に行っています。 マイルズはそのメキシコから母親に電話をしています。あの日以来、弟バイソンと連絡がつかないと母親へは伝えています。さらに、もし僕が刑務所に入れられたら、僕はもう生きていけないとも訴えていたそうです。あまりにも疑わしい行動ばかりのマイルズ。FBI が動いて、 マイルズが乗ってきたた船というものを一生懸命探しましますでに登録者やさらに船の名前も変えていたため少し時間はかかったようなんですがそのボートを突き止めたんです特に人間の血やそういった争った形跡はなかったのでそこからも証拠は出ていないんですがただ拳銃の跡のような穴が塞がれてあったのはあの判明しています。そして FBI は マイルズは弟バイソンとその恋人と船の管理者3人の命を奪って彼らを海へ投げ捨てたのだろうとそういうふうに FBI は考えて「マイルズを連行したんです」再度事情聴取をしようとしましたこの時兄マイルズは「僕はインスリンの治療が必要なんだ」と主張 実際にインスリンの治療が必要だったそうですそれで慌ててその病院でインスリン治療を受けたんですがこの時低血糖でその昏睡状態に陥ることがあるようでそのまんまマイルズは昏睡状態に陥ってしまったんですそしてそのまま目を覚ますことなくマイルズは2002年9月27日にこの世を去っています マイルズが殺したんではないかと言われる3人の遺体は発見することはできず、マイルズ本人、容疑者、第一容疑者がこのまま命を落としたので、この捜査は迷宮入りとなっております。アメリカではもう完全に兄マイルズがやったんではないかというお話になっております。 皆さんはどう思われますか実際にバイソンが出てこなかったためにさらにもしかしたらもうこの世にいないためにバイソン側のお話というのが聞けない状態のままお兄さんが容疑者となりお兄さんはそのまま亡くなってしまったこの事件結局はお母さんはすごく悲しみに暮れているんですね兄弟それぞれをお母さんは亡くしてしまったわけです そしてトーキーは、うん、そうですね兄弟喧嘩したのかなと思ったりはするんですけれどもそのもう一つのお話ではマイルズと弟バイソンがやっぱりボートの上で喧嘩になってそれをバイソンの恋人のセリーナが止めようとした時にマイルズが発砲した弾がセリーナに当たり セリーナは致命傷でもう命が落ちるという時にその船の管理者が警察に通報しようとしてそれをマイルズかバイソンかわからないんですがやはり銃を発砲し殺しその後喧嘩が止まらずにマイルズがバイソンをやったとこの話も出てるんですよねただ真実は闇の中だと思います本人同士全員亡くなっていると思われます 今回は NBA 選手にまつわる事件を追ってみました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。